丈夫なの？ブラン、フラフラだよ。あいつのせいでシェアが減ったせいけど、問題ない。くれぐれも無理はなさらないで。わかってる。とうとう姿を現したわね、女神を語る偽物が。その言葉そっくりそのままあなたに返すわ。相変わらず強がりだけは一人前ね。けどそれも今日で終わり。そこの邪教とともども始末してあげる。来て、キラーマシン。行くのよ、キラーマシン。見せしめにこの町もろとも皆殺しにしなさい。町もろとも皆殺しだと。ナポ、ブラン、てめえ、私だけじゃ飽き足らず、町もみんなも皆殺しにするだと。ふざけんじゃねえ、このカスが。それはもう鬼神のごとく。おいガイア、ごちゃごちゃうるせえぞ、黙ってろと言った感じの方です。これが巷で噂のキレる若者ってやつですね。わかります。偽物が何をほざこうが無駄よ、キラーマシン。あとは任せたわ。やりなさい。逃げんのか！待ちやがれ！てめえが代わりにやろうってのか。望むところだ！ネプネプも変身するです！ベール様もお願いします。任せてくださいな。何てめえらまで女神化してんだ。言っとくが、助太刀は無用だぜ。まだそんなことを。町の人たちの安全もかかってるのよ。女神としてたとえ他国の国民とはいえ、見捨てるほど非情ではありませんわ。チッ、好きにしろ。ラステーション製だかなんだか知らねえが、ただのガラクタだったな。さすがに女神様3人が相手ではどんな機械もガラクタだとは思いますが、けどまさかラステーション製の兵器まで持ち出してくるなんて。気のせいならいいのだけど、以前戦ったものより性能が上がっている気がするわ。フィナンシェ、あなたは引き続き教会内の動向を探ってちょうだい。特に輸入兵器あたりを頼むわ。くれぐれも気づかれないように。はい、わかりました。ブランに聞きたいことがあるんだけど、いい？何？鍵のかけらってアイテムを探してるんだけど、知らない？聞いたことがないわね。何に使うものなの？どこかに封印されてるイースを復活させるのに必要なんだ。それがあなたたちの旅の目的？だよ。でもって私についていろいろ教えてもらうんだ。そういえば記憶喪失だったわね。そうだ
よ。今時珍しい記憶喪失系主人公とは私のこと。じゃあきっとあの時の戦いが原因で。そして私はコンベルサシオン、いえマジェコンヌに女神の力を奪われていた。マジェコンヌ、それがあいつの本当の名前。これは女神同士で争っている場合じゃないかもしれないわ。ええ、ネプテューノと旅をして気づいたのですけれど、私たちは互いを知らなさすぎますわ。私たちは一度4人で話をすべきなのではないのかしら。確かに。けど私たちそれができるの？難しいかもしれませんわ。私たちはおそらく互いが互いを憎んでいる、生まれながらの宿敵として。けど幸か不幸かわかりませんが、ネプテューヌが記憶を失ってくれたおかげでこうして巡り合うことができましたわ。え、私？やだな、急に話をぶらないでよ。まだ心の準備ができてないっていうか。当の本人はこんなですけど、おかげで戦場以外の場でこうして私たちが顔を合わせられたのも事実ですわ。あのさ、話が難しくてよくわからないんだけど、とりあえずみんなでルビーを救って、それから4人でお話しようよ。みんなでルビーって、あなた何簡単に言ってるの？だってブラン大陸を乗っ取られて困ってるんでしょ。でもってフィナンシェたちも困ってるんでしょ。だったらみんなで協力して助けてあげようよ。みんなで意地なんて張らずにさ、女神は助け合いでしょ。ネプテューヌ、あなた。本来私はあなたやルイを助ける義理などありませんが、マジェコンヌに借りを返さなければいけませんし、ついでに協力して差し上げますわ。みんなお願い、ルビーを助けて。私はどうなってもいいけど、フィナンシェや国民のみんなだけは。まったくもう、ブランたら泣き虫なんだから。ほら顔上げて。ルビーもゲーム業界もまるっと全部みんなで救おうよね。みんなお待たせ、情報をつかんだわ。なになに、おいしいプリンのお店でも見つけたの？ルイのプリンなら私も食べてみたいです。私としてはプリンよりもルイのゲーム事情が気になるところですわ。あんたら何のんきに好き勝手言ってるのよ。あ、私豆乳プリンで。ブラン様もいい加減にしてください。で、すっかりツッコミ役が定着してきたアイちゃん、今日はどうだったの？主にあんたのせいだけどね。で、話を戻すと、教会の奴らがラステーション、いえアブニールから今日大量の兵器を引き取るみたいなの。あ、今日これからだと？まあまあ落ち着きなってブラン、まだ間に合うなら今から急いで行けばいいだけだって。そうね、急に声を上げてごめんなさい。それで場所はどこなの？アブニールの第二格納庫よ。ラステーションかよ。まあまあ落ち着いてよブラン。落ち着いてられるか！これ以上あんな物騒なもんルビーに入れられてたまるかってんだよ。
間に合うか分かりませんが、取引があるのが分かっている以上、私たちが取るべき行動は一つですわ。妨害ね。妨害なら任せて。昔から誰かの邪魔するのって得意なんだ。さすがネプネプです。きっと通信簿には授業中はもう少し静かにしましょうって語れるタイプだったですね。嫌なタイプの主人公ですわね。本当に記憶喪失なのか疑いたくなるわね。ネプコのおふざけに付き合ってる場合じゃないわ。急いでラステーションに渡らないと。けど私がここを留守にするわけには。ならブラン様の代わりに我ら兄弟がベール様のお供を務めようではないか。ベール様とコンパさん、そして変身したネプテューヌさんの身は我らが必ず命を懸けて守ってみせようじゃないか。てめえらの魂胆は見え見えなんだよ。煩悩の塊はおとなしく留守番でもしとけ。そんな、我らは純粋に女神様のお役に立とうとしただけなのに。それではお留守番係が決まったところで早速行きましょうか。あ、ベール様、我らを置いていかれるのですか。お留守番も立派なお仕事ですわ。私たちの帰ってくる場所をお願いしますわ。その務め、我ら兄弟の命に変えても。こいつら見てるとイライラする。気が合いますね、ブラン様。私もです。後で一緒に締めない？喜んでご一緒します。これが格差社会。ここに。ここがラステーション。そうだよ。普段は初めてなの？ええ、プラネティウヌ以外は行ったことがないわ。なんでプラネティウヌだけ行ったことあるの？それは年に2回の祭典の、いえ、なんでもないわ。祭典？お祭りってこと？コンパ、プラネティウヌにそんなお祭りあるの？夏祭りならありますけど、もう1回のお祭りがわからないです。あなたたちには無縁の祭典よ。知ったところで意味なんかないわ。まさかブランがこっち側の人間だったなんて意外ですわね。うー、気になる。ねえ、どんなお祭りなの？教えてよ、ブランってば。ほらほら、久しぶりだからって騒がないの。お祭りの話なら後にしなさい。ノアルに頼んで何とかしてもらえないかな。ノアール、ラステーションの女神ブラックハートのことですわ。ああ、そういえばそんな名前だったわね。行くだけ行ってあげようよ。きっとぼっちだから寂しがってると思うよ。あら、ノワールには友達がいないんですの？ネプコが勝手に言ってるだけですから真に受けないでください。いや、私の勘がそう告げているんだもん。間違いないよ。だって教会をアブニールに乗っ取られたり、それを一人で解決しようとするあたり、友達どころか仲のいい人もいないって。確かにノワールの性格ならありえるわね。ええ、真面目な性格ですから公私混同は避けて
その結果としてぼっちになってしまったというのは十分ありますわ。ノアールさん、いないところでひどい言われようです。ところでベール、あなたなぜまたメガネをしているの？変装ですわ、変装。他国の女神とバレたら一大事ですもの。なぜそこで胸を揺らしたのかはあえてスルーするとして、確かにあなたの言うことには一理あるわね。変装完了。うん、完璧。